メールビルナーメールビルナーは、イスラエルの政治家。ユダヤ系イスラエル人。イスラエル共産党所属。政治家人生において、イスラエル建国後発のクネセト選挙から議員を務め、政界引退まで一度も選挙で落選することなく、議員を務めた人物である。また、1977年から1991年まで、ハダシュの初代議長を務めた。 イスラエル独立宣言が書かれた紙にサインした人物の一人でもある。リトアニアのビリニュスで生まれる。イキナはベルコブナー。青年期に社会主義シオニストの団体、ハショメルハツアイルのリーダーを務める。しかし、彼はパレスチナの地にユダヤ人国家を建設すると夢見るシオニストたちに、幻滅し、シオニズム運動から離れ、ポーランド共産党に入党する。だが ナチスドイツによりヨーロッパでのユダヤ人絶滅政策が幕を開けようとしていたため命の危険を感じたビルナーは1938年にイギリス移民党治療パレスチナに移住する彼の親族の多くはホロコーストにより殺された移住後ヘブライ大学で歴史学を学ぶイスラエル建国前パレスチナ共産党に入党第二次世界大戦終結後の国連による パレスチナ分割案を、ビルナーは支持した。イスラエル建国後最初のクネセト総選挙に、イスラエル共産党から出馬、当選を果たす。その後、6日戦争に反対したという理由で、メナヘム・ベギン率いる、右翼政党、ガハルの党員に刺されるなどのトラブルがありながらも、長きにわたって、パレスチナとの平和共存、イスラエルの共産主義化を主張する立場から、 議員として活動した。戦術の通り、ビルナーは政治家人生において自身の都合で議員辞職したことは数度あったが、出馬した選挙で落選したことは一度もない。1990年に政界引退。2003年6月5日に没する。84歳。ビルナーはソビエト連邦を 幾度か訪れたことがあり、ソ連共産党大会で演説したこともある。ちなみに、イスラエル共産党は、ソビエト連邦の意向に従う、スターリン主義政党であった。スターリン存命中に行われた、クネセト総選挙の際にはスターリンを全面に押し出して、選挙戦を行っている。ありがとうございます。